こんばんは、カズミです。今日も植物の内容と体重の変化を記録紹介していきます。まずはもやしさんですね。カルパスともやしさん、昨日はもやし 400g 炒めましたけど、今日は 200g です。昼は昨日食いすぎて未だに腹に残ってるからですね、もやしじゃなくてご飯を2膳食べたんですね。2膳やっぱ多いみたいですね。苦しいです。はい、で鶏胸肉ですね。鶏胸肉の塩コショウ焼き、サムネイルをどうするか迷ったんですが、これはまだマシです。鶏胸肉の塩コショウ焼き、鶏胸肉の塩コショウ焼き、これはまだサムネイルには使えません。で、白ご飯ですね。昨日は2杯食べましたけど、今日は1杯にします。とてもじゃないですか、赤く崩しいです。で、冷ややっこ、からしとかつお節と醤油ですね。からしとかつお節と醤油の冷ややっこです。からし、かつお節、醤油の冷ややっこです。で、次、並べ替えしようか。食べる上で食べやすい順番ですね。これはまあ人それぞれ違うと思うんですけど、で、カルパスもやし炒め、カルパスもやし炒め、これサムネイル、今日のサムネイルはこいつですね。カルパスもやし炒め、これをサムネイルにします。カルパスもやし炒め、カルパスもやし炒め、カルパスもやし炒め、はい、体重測定です。おっと、ごっつ増えましたね。昨日はあんだけ小屋しゃないですね。昨日より1キロ増えてます。体重 55.9、 体脂肪率 13.5、 基礎代謝 1303、 内臓脂肪レベル5、筋肉量 45.9、 筋肉量レベル、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 はい、確かめなんです。まあ、ご飯2膳食べて、食前まで水分摂取して、鶏胸肉も2枚食って、いまだに昨日の晩飯が腹に残っているようでは体重が増えて当然ですね。で、この状態ですから体重測ってもちょっとした重心の違いで 55.7kg になります。でもまあ1度目の体重を記録するという自分なりの約束がありますから、今日は 55.9、 昨日より 1000g 増えてます。で、全体の俯瞰図ですね。サムネイルはカルパスもやし炒めで、白ご飯、鶏の塩コショウ、鶏胸肉塩コショウ焼きで、冷ややっこはからしとかつお節と醤油。はい、以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。